それではいただいたメッセージをご紹介しましょう今日のファックステーマは六社さんおめでとう <laughs> これが結婚生活の現実ださん。たくさんいただきました <laughs> ありがとうございます天然部のドスケビッチさん五十七歳男性の方ですね六社<い>さんおめでとうございますありがとうございます楽しいのは今だけやで <laughs> 私は今年二十四年目に入りますが <laughs>、はいえー、年々嫁犯は くくなってくる、はい、例えば会社から帰ってきたら夕食ができていると思いますが帰ってきてから作るんですと<う>なんでと聞くと子供のことで忙しかったとか言い訳休みは一人でゆっくりしたいのにちょっと買い物行くから付き合え何も今日行かんでもええのに用事を言いつけてくる、うん、女はほんまにずぶといわとこれ旦那さん側の意見ですねこれって嫌やな確かになあの会社でいろんなストレスもあるときにさそのどっか行かなあかんとかやったらきついやろうなと思うよねうテンションあるやんこっちのそうですよね さあ、こちらです。ラジオネーム、熟女さんから頂きました。私も、や、やっつ。 年下の旦那さんと6年前に結婚しました<ー>初めの頃はラブラブでしたがダブルベッドで腕枕までしてくれていたのが、うん、今じゃ布団は別々おならもお互いしまくり行ってきますのチもなくなりやっぱり結婚なんてしないままで恋人同士が良かったな <laughs> まあ奈々ちゃんは可愛らしい性格だし大丈夫だと思いますがあんまり面倒くさいのも旦那さんが疲れるかもと言ったん、ねね、やっぱり言う,言うた通りですよね、はい、そうなるんですよねうん 結婚相手は決して自分の個人情報を秘密にしてくれません,ん多少でもお金に余裕があると貧乏な嫁はんの身内が次々借りに来ます、えー、断れ真っ赤わ大変これはなんか切実やな切実やねえ<ー>あるねんってこういうことがあんねんって ほとんどがね年行けば行くほどね揉めるのは金銭ですよ例えばね相原なんか結婚しててさまああるかないか別としてな嫁はんのな友達とかさ親戚とかがさちょっとあいんのチケット取ってやとかさあるよあいつに会わせてやとかさ分からんけどあれそれも嫌やんかあるよなんでか言うたらねこっちはそれ頼んだら向こうの頼み事も聞かなあかんことになってくるからなくさい面倒くさいやろなと思うねそれは。 こちらですペンネームあんみつさんから頂きました、うん、私はもう結婚5年目です、うん、当たり前ですが恋人同士のようなラブラブモードは全くありません、うん、会話もほとんどありません結婚5年目で会話ってなくなるんですかいやちょうどリアルやな、えー、5年ぐらいで全て出尽くすねそうなんですか、うん 子供がいるのが唯一の救いです結婚とは忍耐ですまあ結婚したらどこの家庭もそうなりますそんなものですでも今は一番ウキウキできる時ですので今の時間を大切に末永くお幸せにしてくださいと五年ぐらいでほんまなくなるわ、えー、相手の子もしかなくなんね五<ー>年なんや一番そこ乗り切らなかっのか5年ぐらいが一番大変真、えー、底嫌になってくるから結婚じゃ何年目で子供できたっけちょっと遅かった1年よ ででもよよくそこをお子さんいない中で乗り越えましたよねその夢でめちゃくちゃ出てくんね俺何がその離婚めちゃくちゃリアルに離婚する夢を見んね、うんで離婚した後に俺がむせび泣いてる夢をね, <laughs> ねむせび泣いてんねんどんだけ好きやねん <laughs> それがすっごい現実で,で離婚するのやめようっていう完全に逃げられるパターンの夢じゃないですかラジオネームシルバーカメさんですね <laughs> さて、夫婦生活長続きの秘訣は、詮索しないことではないでしょうか。なるほど。あえて秘密にしていること、隠していることを本人から言ってくれば相談に乗るべきですが、隠していることをあれこれ詮索して追及するのはさらに溝が深まるように思います。夫婦の間で隠し事はいけないと思いますが、絶対に必要です。なるほど。我が家も私も、 妻も浮気をしておりますが、うん、お互いバレてないと思っており家では仲良く会話をし買い物も一緒に行きこの先離婚する予定もあります無理に詮索しないのが大人の付き合いじゃないでしょうか49歳でございますリアルやる期限がねやっぱり<ー>奥さんが偉いのはやっぱりな機嫌がええっていうことやろうな詮索しで旦那さんも普通ね自分は浮気しても奥さんの浮気許さへんっていう人いるの中でお互いに 気づかないふりっていうのがすごいですね。でもある師匠にそういうこと一回相談したことあんねん、ええうん。もし奥さんが浮気されたらどうしますって言ったときに。うん、そらもうしゃあないやろって。うん、ある意味の同等になったら、もうそらを、さあ、うん、しゃあないんちゃうって、もう言わぬがはなちゃうみたいな,なたうん、うん。なんかね、かむしろね、あのその方が楽かも、自分もしてるしっていう人もいました。うん、あるスポーツ選手の方は。深いな。深い。 それが結婚ですよだからね、うん。こちらですラジオネーム白子ママさんから頂きました <laughs> テレビ何を見るか趣味です新婚時代は旦那さんの趣味に合わせ横で一緒に見ます、うん、そのうちに自分の和が自分の我が勝ち、うん、どの番組見るか喧嘩になり老後は別々の部屋で勝手にテレビを見ます、まあ、これが現実ですよ、ね そそううちでももう俺がやたら巨大生物とかさそんなんばっかり見たがんるのに嫁は一つも興味大王疑かとか一つも興味ないからやっぱ違うとこで見てるあそれは全然いいです横でスマホでゲームやってるこれが現実ですよでも CS とかの場合さやっぱり一個二個しかつけられへんやろそれが問題あるなああ見たい時ドラマとかこっちは見たないしなそやねでも録画しとけばいいじゃないですか でも晩ご飯食べる時間のタイミングとか大体偏ってくるやん一緒になってくるやんかどっちんねんじゃんけんじゃんけんでそんなやったらどっちが稼いでんねんとか話またなってくるねそれやらしいですねやらしことあらないん一生懸命こちらやった31歳若手さんですね結婚してから嫁が180度 変わるぐらい私の行動をチェックされるようになります,す今どこと誰といるか根掘,掘り聞いております<ー>もうほっといてほしいです、うん、おかげで親友を多数し失います結婚したことによってお互いの携帯の通話料が家族割りが、うんえー、ゼロになったことで超迷惑していますプライベートが完全になくなってしまいました何ぼでも電話してくるから 家族割りってみんなが喜ぶと思ったら大間違いだとい<ー>リアルな意見ですねだからね,いいねあの,このだ奥さんに言ってやりたいけどね友達をなくすことは仕事も付き合いもなくしてるわけだから、ね、結局は回り回って自分どこの家計も首絞めてることに気づきなさいと思いませんか、うん、だってあるあれでしょテレビ局の奥さん聞いたのが、うん、その出張先ロケ,ロケ班とか行くやんが<う>寝る時にその映像を映しとことか,なかスカイプみたいなやつで,で自分が寝てるところえー だだそれを証拠部位みたいな、うん、向こうもずっと見るんそんなお互いに疲れるじゃないですかなんか一回バレたんかないやそうでもないんじゃん,んえー、でも なんかねそんなんやっててもそんだけ縛っても浮気する時はするしせん食ってもせえへん人はせえへん俺旅行を連れて行ってあげてる後輩でもほんまに15分に1回から嫁さんに電話かかってくんねんもう,らもうしらけますもね<う>喋って,られへんれてくるよ<ー>海入ってるしちょっと待ってくださいだって逆でも嫌ですもんねかかだからそいつもそうやって仕事が増えていけへんねんから。うん どっちとんね言わないで、ね、ほんまですよ言うたら言うて僕出させてもらえませんねん知らんがなそんなこと <laughs> ラジオネームどんぶりにごはんさんです好きな人の両親だからきっと好きになれると思って結婚した私 <laughs> お姑さんにとっては子供を自分から奪った女なんです表面は優しく接してくれていますがいざとなった時本性が出ますよ気をつけてください私が倒れた時姑は主人の分しか食事を持ってこなかった、うん、家が近かったのであが 食事を届けてくれたのですが、私は嫁、所詮血が繋がっていないから他人なんです。そのことは忘れてはなりません。でも、友達のところはお姑さんとってもいい人です。いい人もいます。もしかしたら自分を磨け、磨けばお姑さんも変わってくれるかなと思ってみましたが。以前変わらずです。気をつけてくださいねと。これショックですね。倒れた時に。旦那さんの分しか持ってこうへ好きじゃないからね。基本は。いや、でも。好きじゃないが嫌いになっても、ね。そう,そうそう。ふん。 ラジオでもアホクサさんですね友達もそんな臭いプロポーズで結婚しましたわもうのろけて鬱陶しいなんだかどうもうさ臭くて案の定働かないローンで車買う女好き結婚式で嫁の友達に目つけて付き合う6ヶ月で離婚しましたよ今でも揉めてますすごいですねそれも 女性の方です、ね、自分の結婚式で <laughs> 奥さんの友達、えー、そこってなんか一番行ったらダメなとこですよね、うん、行ったらあかんことだから行ってもんちゃうんか <laughs> そういうけあのプロポーズしてましたわっ <laughs> <laughs> おっのろけて鬱陶しいって書かれますはい、えー、こちらですよしこさん74歳の方です、うん 大先輩です。うん、結婚生活52年の私たちですがすすまあ、いろいろありました。ね、今は子供たちが独立し、孫もいます。二人だけの毎日ですが、81歳の主人は家事を良くします。うん、お互いにいたわり合っています。笑いが多いです。息子からも、二人が仲良くしてくれてるから、俺安心やわと言ってくれます。いいこ,このまま仲良く終わりたいです。一度や二度の苦労はした方が人生楽しいし、付き物です。お幸せにいいと思う、とも、うん。 すごい達観されたいろいろあったマレー中のマレーやなーーいやでも絶対いろいろ終わりだったんだと思いますよいすこれいやそう。あるんですよこういう家庭もでもすごい素晴らしいありがとうございますで、ね、ロクシさんはどれにするんだ今日はいやもうこの大先輩からいただいたいやねーその,の,のろけて鬱陶しいの<ぁ>いーのろけて鬱陶しいの方がいいんちゃうの いや私はこのやっぱり52年の痛風生活1年は言うこと聞きますわですよ金婚式のお祝いも兼ねてです1年は大いなるネタフリと思って六社さんの話をよう聞きますわでももしものこときあったからって言った時にはほら見たことか取ってくんでしょその日のために全部引き出しにデータとして残しておりますこう言うたああうたっていうことということでよしこさん74歳の方に現金3000円を差し上げます今日のテーマは「六社さんおめでとうこれが結婚生活の現実だ」たくさんのメッセージを本当 本当にありがとうございました。はい